ヴィーナスとキューピットあるいはヴィーナスとアモールはドイツ人の画家、版画家であったハンス・ホルバインが1524年頃に描いた絵画である。スイスのバーゼル私立美術館に所蔵されている。ホルバインが神話的主題を描いた最初期の作品であり、ローマ神話の愛の女神はエヌスとその息子、クピードを描いたもので、モデルの女性は画家の友人であったマグラレーナ・オフフェンブルクと、 考えられている。人物は大きな緑色のカーテンの前、手すり壁のようなものの後ろに描かれている。ビーナスは手を広げた仕草で誠意のある眼差しをこちらに向けている。キューピッドは手すり壁に登ろうとしながら、左手には愛の矢を握っている。キューピッドの髪の色は赤からオレンジ色に近いものとなっており、母であるビーナスの上腕を覆う布をふんだんに使った。 ソゲの色合いや色調と同様になっている。ビーナスとキューピッドは、ホルバインが短期間のフランス滞在からバーゼルに戻ってきた時期に描かれた。ホルバインはフランスで、フランス王フランスは一世の絵画コレクションを見る機会を得ており、この作品もおそらくはホルバインが、同時代のイタリアの画家たちの作品に触れたことを反映した早い時期のものだと考えられている。そうした影響は、 ビーナスの仕草にも見て取れ、そのポーズは、レオナルド・ダ・ヴィンチが1498年に描いた、最後の晩餐のイエスの仕草と密接に関連している。加えて、ビーナスの長く、楕円型に理想化して描かれた顔は、レオナルドが描いた聖母、マリアの描写を丹念に真似たものでや、最後の晩餐レオナルド・ダ・ヴィンチ、1498。ビーナスの右手と、少し傾けられた頭は、 ダヴィンチのこの作品におけるイエスの仕草を反映したものである。コリントの友女ライス1526年。モデルはマグダレーナオフ・フェンブルク。1520年代、ヨーロッパの北部では、レオナルド風の肖像画があちらこちらで非常に人気が高かった上、当時のホルバインが描いた絵画の多くは、潜在的なパトロンである富裕な人々を引きつけ、ひいきにしてもらおうという目論みが、 直接的になっていたものと考えられている。美術史屋のオスカー・ベッシマンとパスカル・グリーナーは、ホルバインの類似作、コリントの友ョライスと同様に、この作品のヴィーナスは手を開き、干渉するもの、そして見込みのある収集家の方へと手を伸ばしていると1999年に記した。このモデルは、ヤコプ・マイヤーの聖母のモデルで、ヴィーナスとキューピッド。 コリントのユージ女ライスでも起用されており、マグダレーナをフェンブルクと同定されているが、彼女はホルバインの愛人であった可能性がある。この作品についての最も古い記録は、1578年に、収集家、バジリウス・アマーバッハに、彼のいとこ、フランツ・レヒブルガーから送られたというものである。アマーバッハの記録は、この作品が、 オフ,フェンブルク家の女性の肖像画として描かれたとしているが、この記述は美術師家たちによって証明されてはいない。ウェブギャラリー・オブ・アートは仮にホルバインが肖像画を利用してこの作品を描いたのだとしても、画家はもはや本来の意味での肖像画とは言えない域にまでモデルの姿を理想化していると述べている。ありがとうございます。